こんにちは、デコラトッタ店長の岡部です。こんにちは、プレスの柴田です。当社の EC サイトで本格的に取り扱いをスタートします、ジャックマリマージュ、こちらの、ブランドを紹介ですね、と思います。はい、当社がそうですね、取り扱いをスタートしてもどのぐらいになりますかね、今。デビューが2015年になりますの で、はい、でその年の、確か、パリの展示会で、はい、初めて買い付けをしましたので、はい、なので5年になりますね。はいはい、彼のデザインの、一番の魅力どうですか？そうですね、なんか誰もがこう知ってるこの有名な歴史上 の、 はい、カリスマ的なこう人物を、はい、モチーフに、なんか単純にその人が描けたものを、はい、コピーするんじゃなくて、なんか彼のフィルターを通したこうものづくりっていうのがすごく独特というか、はい、物のクオリティはもちろんそうなんですけど、はい、なんか世界観が本当にこうしっかりしてるなっていう感じがします。非常にまあこの物そのものについても、ものづくりのこだわりね、非常に感じられるモデルとなっているんですけれども、全てこだわりとしてはこの日本製であることですね。で、国内でも本当に有数の腕利きの工場で、一本一本丹念に、手作りで製作されている。ここは、このジャック・マリー・マージの高級感だったりですとか、非常に美しいシルエットですよね。ここに、大きく貢献しているところじゃないかなと。彼自身が、フランス系の、アメリカ人ということもありまして、彼のルーツになっている、フランス、アメリカですよね、両方 の、 その文化というのをうまくこうデザインにミックスしている、そういったところも、彼のデザインの魅力の一つだと思います。なんか高級感とその機能性みたいなものをこうしっかり入れつつ、なんかこうちょっと手作り の、 ハンドメイドの、はい、魅力みたいなものが混ざっていて、はいはい、もう何とも言えない本当に世界観になってますね。はい、かけると結構こうずしりとくるんですけれども、その重みすらこう受け入れたくなるそうですね。そういうね、ブランド、そこも愛せるブランドだと思います。やっぱりそのシリアルナンバーが書いてますので、そうですね、はい、全モデルが限定の生産になっています。はい、ちょっとコレクション性もかなり高いブランドなので、はい、ちょっと今買っとかなきゃみたいな、そういうなんかこう、ね、迫られるものがあるのか、気持ちになるブランドもではありますよね。はい、お客様もちょっと今逃したらみたいなところもあるみたいですね。では、早速モデルの方を。そうですね、ちょっといくつか、はい、当社で在庫がある中で、そうですね、本当にこう JMM がもう在庫を今取るのが大変なんですよ ね、 こう世界的にも引っ張りだこ で、 そうです、ね、なかなか納品がされないというぐらい、はい、人気があるぐらいなので、はい、じゃあちょっとモデル紹介をいくつか、はいはい、ではまず初めのモデルはサルトルですね。こちらはフランスの哲学者でありましたジャンポール・サルトル、そんな彼がかけたメガネをモチーフにしたデザインとなっております。一番の特徴は、メタルのプレート、これが、ブローの間に挟まれておりまして、非常にモデルによってはこう2色使った非常に肉厚なこのブローパーツですとか、幅の広いリムですね、これ厚みが結構あるんですけれども、こういったボリューム感、これはさまざまな角度から非常に凝った仕様をお伺いすることができるモデルとなっております。続いてはですね、ゼフィリンですね、ご紹介いたします。
こちらのモデルはもうあのファーストコレクションからずっと今まで非常にこう人気のある定番中の定番モデルなんですけども、こちらは1900年代初頭のフレンチヴィンテージアイウェア、こういったものからこうインスパイアされたモデルとなっております。で、特徴としましては、まあ、ミドルサイズのフロントなんですけれども、非常にテンプルはボリューム感のある、デザインとなっていまして、でこのバランスですね、これが非常に絶妙なモデルですね。フロントパーツに、あしらわれています飾り鋲ですね。でこちらがネイティブアメリカンから遠い昔に使用していた矢尻、これがモチーフになっています。またあの素材にはですね、非常に、まああのまあ、高級商材、貴金属を採用しています、まあ、スターリングシルバーですとか18金ですよね、こういったものを使用した飾り鋲となっています。非常に高級感あふれるモデルとなっています。で、これはあれですね、あの10周年のそうですね、はいはい、限定モデルとして別注もしたことがある。そうですね、はい。続きましてはスタージェス、スタージェス、はい、でこちらはですね、まあ、アメリカの映画監督ジョン・スタージェスのオマージュとしてデザインされたモデル、代表的な部品としましては、まあ、荒野の市民ですとか、ダイダスト、こういったもので知られる、監督から入手スティーブ・マクイーンが、ね、大脱走、そうですね、大活躍、はい、もう全体的にしっかりとこう厚みを持たせておりまして、その存在感を圧巻、ジャック・マリー・マイジと聞いてこういったボリューム感のあるデザインを、イメージされる方も非常に多いのではないかなと思います。ザ・ JMM、 そうですね非常にこう、はい、まあ、ジェルムらしいデザインモデルですよね。フロントのパーツにですね、カッティングが斜めに施されておりまして、丁寧な研磨と相まって非常に美しく、光沢を放っております。ただ光の当たる角度によってですね、すごく立体感が出たり、しますの で、 で、まあ、ユニークな角度が入ったモデルとなってますね。4つ目のモデルがシンドラですね。でこちらもフレンチヴィンテージをモチーフにした、モデルとなるんです。そこに、まあ、デザイナーなりの、まあ、モダンな解釈を加えたモデルとなっております。こちらも非常に、まあ、肉厚な生地を、採用しておりまして、こちらは他のモデルとは少し異なっている点としましては、非常にこうエッジが効いている仕上げですね。すごいエッジですね、はい、かなりこうパキッとした、そうですか、はい、エッジのテレビジョンパそうですね。レンズのシェイプはですね、一見こうバタフライ型、まあ、耳側に行くほど、まあ、上下が広がっていくようなデザインのように、見える、形状で、しかも、まあ、多角形、非常に特徴的なシェイプなんですけれども、これも非常にそのバランスですね、線の太さとレンズサイズだったりですとか、レンズシェイプそのもの、非常にこう全体的にバランスが取れているモデルですので、まあ、スマートに着用できるかなと。サイズもそれほど大きなモデルではございます。なんかサイズ感的に女性でも、ね、はい、そうですね、かけられそうな、かけていただけそうな、はい、モデルですね、はい。まあ、ざっと、商品の方はこんな感じですね、はい、ご紹介させていただきました。まあ、JMM をこう初めて発掘したというか、はい、そういう、こう、そうですよね、自負が、はい、実は当社なんですよね、はい、日本で最初にこのブランドを日本に、まあ、紹介しました。今ここにいて、まあ、ようやくなってしまう、お客様の方から実際にこう声をいただけるほど、まあ、認知がかなり高まってきているブランドになっていますね、はい。いつからオンラインでは、販売開始になるんですか。そうですね、予定としましては今月の末あたりですね、はい、を予定しております。今月の末あたりですね、皆様の読者のオンラインショップをともなくチェックをお願いします。これは GDG オンライン、そうですね、はい、オンラインショップ取り扱いが、スタートいたしますので、ぜひ皆さんご期待ください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。